ドラマーの倉橋です。今回は、シングルストロークの交互打ちオルタネートをやっていきたいと思います。前回、片方ずつ練習してきました。シングルストロークを。右手なら右手。左手なら左手。こういうふうに練習してきました。前回の動画のね、リンクは説明欄の方に貼っておきます。片方ずつ練習するのと交互に打って練習するのは基本的に考え方とかテクニックが違います。なので例えば早く叩けるようになりたい、スピードを上げたいとか叩き方そのものを覚えるというのは片手ずつやってください。右なら右手、左手なら左手ね。で、変えていく。ね、こういう風にして練習していきます。今日は交互に打つ練習です。これは違うテクニックなんですね。シングルストロークですけど、その中でも、交互に打つという練習になります。さて、ではやっていきますけど、はい、譜面を出しましょうね。はい、こういう譜面ですね。一番最初の初心者の方のための動画になってますので、説明していきますけど、譜面が出てきましたね。譜面苦手だよっていう人もやりながら覚えてしまえば多分大丈夫だと思いますね。そうですね、これ一番最初に4が2つ書いてありますね。4分の4拍子ということです。なので 1,2,3,4 とカウント4つ取ったら1小節、次の小節行って 1,2,3,4 という塊になってます。その 1,2,3,4、これをカウントと言いますけど、カウント1,2,3,4を2つに分けます。2つに分けるってね、そうなんですよね。まあ、そういうのが普通ですよね。実際にはね、割り算使わないんですね。足し算が多いです。ね。足し算なんです。まあ、ここら辺はまあ、うまくなってからなんで、今日は割愛しますけど、そのカウント、1,2,3,4 に、1,2,3,4,N というふうに叩いていきます。この、1,2,3,4,N ですから8つありますね。なので8分音符となります。その下の譜面だと、今度はさらに、1,E,N,N,2,E,N,N と書いてありますね。なので、4×4 で16個、16分音符になるわけですね。さてさてさて、それを叩いていきますけど、わざわざこれ、二段譜になってますね。で、下の譜面の方には、わざわざ四分音符なのに、九譜で書いたの。四分九譜が4つ書いてありますね。これ何なのかっていうことなんです。これ足踏みしてください。できれば左足でやるのがおすすめだと。左足でやるのをおすすめいたします。ね。どういうふうに足踏みするかっていうと、こんな感じ。ちょっと映像がないんで見えれないですね。なので、ここでやりますね。つま先とかかと、かかとがあって、こうやってついてると思うんです。足ですね。で、つま先はつけっぱなしで、1,2,3,4、1,2,3,4と、かかとだけ浮かせて、ね、こういう形で足踏みするといいと思います。ね。これをその四分九分のところに入れます。要するに、1,2,3,4,1,2,3,4 ですね。こういうふうにやっていきます。さてさて、そしたら、八分音符やっていきましょうね。1,2,3,4,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 
の方は右手になりますね。で、円は左手ですね。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1。 こんな感じでいいです。そして下の段、今度は16分音符ですね。この足踏みの中に4つずつ入れます。そうです、4つに割るんじゃないんです、4つずつ入れます。タカ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 、
こういう感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワンイエナ、トゥイエナ、スリーイエナ、フォーイエナ。ワンイエナ、トゥイエナ、スリーイエナ、フォーイエナ。ワン。こんな感じです。さてさて。どんどん行きましょうね。この今の数え方。これ、ぜひとも覚えてください。非常に重要なものです。ね、後々、すごく重要になってきます。この左足のカウントもね。なので、ここで覚えてしまいましょう。これを覚えるとね、自然に譜面の方もちゃんと読めるようになってきます。さて、次行きます。この交互に打つのを、さらに精度を上げていきたいわけですね。で、こういう練習をします。さっきの16分音符。ワン、イ、エ、ナ、トゥ、イ、エ、ナ、スイ、イ、エ、ナ、フォ、イ、エ、ナ。こういうのがありますけど、これの、バリエーションの一つ休むわけです。タン、タン、タッタ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 。こうなりますね。タータッタ、タータッタですね。譜面的には。ワン、ツー、スリー、フォー。タータッタ、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 タータッね。こんな感じです。これをちょっと早めにやってみましょう。こんな感じで。で、長めにちょっとやってみましょう。そうですね。実際にやってみる時間をちょっと作りましょう。じゃあ、ちょっとやってみてくださいね。たーたた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 。ちょっと早いね。このようにしましょう。これテンポ90です。たーたたたーたたたーたたたーた。じゃあ行きますね。やってみてくださいね。実際にやってみてください。長めにやりますね。ワン、ツー、スリー、はい。はい。今はね、8小節やってもらいました。もっともっと長くやってみてください。そうするとなんか気づくこととかあると思うんです。例えば、右手ずっと一緒じゃないですか。で、ずっと一緒。これの2回に1回これが入ってるわけ。左手が入ってる。こんな感じで練習してみてください。こういう風に練習して、右手の間に左手を入れる訓練をするんです。ね、最初のうちは、すごくこれだけでも難しいと思います。2回に1回左手を入れてるわけですね。で、まあ、その下に、8分音符と、たーたたたーたたを交互にやる譜面が書かれてます。こんな感じです。こんな感じですね。繰り返して練習してみてください。慣れてきたら少しずつ少しずつテンポアップしていくといいと思います。さて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 。じゃあ次行きますよ。さらに、第3段階。今はタータタタータタタータタで2回に1回左手入れます。今度全部入れます。こういうことになりますね。ちょっとメトロノーム使ってやりましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー、右だけ。
こんな感じです。必ず左手と、左足と、ね。あと、発音して練習するといいと思います。ね、メトロノームも使ってやってください。このメトロノーム、この、ピッ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 って鳴ってるのがカウントであり、左足と同じで、しかも、ワン、ツー、スリー、フォーということです。ね、メトロノームは使って練習すると、また効率も良くて、いいと思われます。さて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 、こんな感じで最初は練習していきます。一番最初はですね。で、一つ宿題をちょっと出したいと思います。宿題って言われると嫌ですね。ね。は、三連符と言います。三つずつ入れていくわけです。そう、三つに割るんじゃないです。三つずつ入れていきます。このカウント。ワン、ツー、スリー、フォーに。ね。三つずつ入れていくわけです。こんな感じになります。ワン、ツー、スリー、フォー。ワンって言った、ツーって言った、スリーって言った、フォーって言った、ワンって言った、ツーって言った、スリーって言った、フォーって言った、ワン。こういう感じですね。この、ワンって言った、ツーって言ったっていう言葉も覚えてください。数え方ですね。三連符の数え方です。三連符は、三つ。音があるということですね。なんですけど、たまにこういう人がいます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。こういうふうにね、やる人がいます。これ三連符じゃないですね。これは三つずつ出てますけど、タカタ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 ン、タカタン、タカタン、タカタンっていう風に入れてるんです。これ16分音符を入れてるんです。16分音符を入れて、一番最後の、ワン、イ、エン、ナの、アを取ってる。ワン、イ、エン、トゥ、イ、エン、ス、イ、エン、フォー、イ、エンって入れてるんです。これは3連符じゃないので気をつけてください。この違いもね、わかるようにしていただけるといいです。それで、それをね、違いがわかるように、16分音符と3連符を行き来する練習を下に書いてあります。ね、余裕があったらやってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、イエナ、ツー、イエナ、スリー、イエナ、フォー、イエナ。ワン、ティータ、ツー、ティータ、スリー、ティータ、フォー、ティータ。ワン、イエナ、ツー、イエナ、スリー、イエナ、フォー、イエナ。ワン、ティータ、ツー、ティータ、スリー、ティータ、フォー、ティータ。ワン。ね、こんな感じです。メトロノーム使って練習することすごく大事ですね。で、今、この練習に入る前に、必ず僕、カウントして入ってますよね。これも非常に大事です。カウントして、1小節カウント、あるいは2小節カウントして入るようにすると非常にいいと思います。さて、3連符ですね。3連符と16分符、叩き分けができるようにしてください。言葉をね、覚えるとこの叩き分けも結構できると思います。次回は、今このようやったことを8ビートにちょっと応用したいと思います。その時にもう一段階レベルをちょっと上げたいと思います。今回はここまでですね。よいしょ。せっかくなんでね。スネアでちょっとね、一回だけ。16分音符と8分音符ね。8分音符もちょっとね、右左やってみましょうね。ちょっとメトロノームの音が聞こえなくなると思いますけど。こういう練習もいいと思います。では、今日はここまでです。
ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。